私は3年の間、この森の中でゼンマイが切れた人形のようにただただ座っていることしかできない時がありました。その時聞こえてきたのは川を流れる水の音、木々を揺らす風、遠くから聞こえる鳥の声、そして見上げると白い雲が流れていました。18年前の春、私は突然のめまいに襲われ、そのまま病と暮らす日々が始まりました。そしてその日々の中で出会ったのが森でした。私の症状はひどい倦怠感とめまい、頭痛、睡眠障害と合わせて精神的にとても苦しかったのが、感情の起伏が激しく気持ちが抑えられない時にはクローゼットを倒してしまったり、ひどく落ち込むともう生きていることが困難だと思い自分の命を絶とうとしたことが何回もありました。その時私に見えていた景色は、家の窓から見える庭にある木々とその間に広がる青い空、病院という箱のような空間、そしてベッドの上から見える四角く切り取られたような窓の外の景色でした。私の日常は朝家族を見送ることもできず、誰もいなくなった後に重くなった体をようやく引きずるように起き上がり、夕方長男を保育園に迎えに行き、夕飯を作るのがやっとこという日々でした。そんな私と子供を夫である吉美さんは自然の中に連れて行ってくれました。ちょっと薄暗い森を歩き、森を抜けると目の前に輝く緑が広がり、きれいな川が流れ、青い空が広がっていました。そんな中で3人は魚釣りをしたり虫を捕ったり、そんな風にして時間を過ごしていました。私はというと、そんな家族を見ながらただただ座っているか、時には深い眠りに陥りました。その時、上の子は8歳、下の子は5歳でした。そのような毎日を3年ほど送っているある日、私の中に森の前で、今目の前で繰り広げられている森の景色を描きたいという気持ちが湧き上がってきました。その気持ちを吉美さんに伝えると、36色のパステルという画材をプレゼントしてくれました。はじめ私は何を描いていいのかよく分からず色だけ塗っていましたが、だんだんと森で出会った生き物を描けるようになっていきました。その作品を見ると、家族はお母さんよく描けたねと言ってくれました。私はその言葉が嬉しくて、一日一枚と思って体調の時、良い時に描き続けました。そうしているうちに私の体に変化が起きてきたのです。投薬の量が減り、主治医からもう通院しなくていいよと言われました。倒れてから
4年が経過していました。大変嬉しかったのを覚えています。そして自分に何が起きたんだろうと考えるようになりました。そこで立てた仮定が、森で出会ったものを表現し、それを受け止めてくれる人がいれば、人の命は生き生きするのではないか、ということです。私の場合は、家族が受け止めてくれました。けれど、受け止めては家族でなくてもいいんじゃないか。そう考え、心理学の分野を探し、芸術療法というものに出会い、それを学び始めました。けれど、私にとって芸術療法だけでは足りなかったのです。私にとって大切なのは、森で出会ったということでした。森の中で繰り広げられている命のつながりをもっと知りたい。人と森との命のつながりを知りたい。そう思って私は、信州大学の森林生態学の研究室に研究生として入り、学ぶことになりました。治癒してから6年が経っていました。森林生態学を学ぶにあたり、出会った森が、長野県木島平村、茅野平にあるブナ林です。私は、このブナ林の中で、まさに命の営みを目の当たりにすることができました。こちらは、ブナの朽ち木についた、アカゲラというキツツキが開けた穴です。この穴の下へ行くと、アカゲラのヒナの声が聞こえてきました。こちらは同じこの木についたクマの爪痕です。このように姿は見えなくても、生き物の息吹を感じると、私の心はワクワクしてきました。このブナ林の中では、小さなブナの種が次の年、芽吹き、成長し、若々しい緑のブナの森を作ります。しかし、すべてがそのまま成長できるわけではなく、途中で淘汰され、朽ちていくものもあります。また400歳、500歳という大樹になるものもあります。この大樹になったものも、いつかは死を迎え、菌類に分解され、土に還り、また新しい命を育むものです。この当たり前に見える延々と続く命の循環は、実はこの森で暮らす様々な生き物たちが日々自分の命を守り、自分の遺伝子をつないでいこうとする、見方によっては利己的にさえ見える、その命のつながりが複雑につながり合って出来上がっている大きな循環なんです。私は森林生態学を学ぶことにより、この循環を科学的な目を持って見ることができるようになりました。もう一つ、このブナ林で私に出会った大きなものがあります。これが山の神の木です。山の神の木に出会ったとき、私は先人と森との命のつながりを見たと思いました。生態学という科学と、科学では到底証明することが困難と思われる山の神というものと、二つが私の中で一つになったとき、それまでと違った
新たな想像の世界が広がりました。18年前、私は限られた空間の中でしか暮らせませんでした。しかし今、森という広い空間へ自らの意志で赴き、今そこを仕事場としています。もし森へ行ってみたいと思われた方は、どうぞ森の生き物の生活を少しでも知っている人と行ってみてください。そこに繰り広げられる命のつながりが見えてくると思います。そして今、森へ行くことがちょっと難しいという方は、窓の外に目を向けてみてください。そこにも必ず命の営みがあります。私はこれからも森の中で仕事をし、森の案内をし、そして作品を作り、これまで出会ってきたたくさんの生き物たちが教えてくれたこと、そしてこの大きな森が伝えてくれたことを皆さんに伝えていきたいと思います。そこにあるメッセージはただ一つなんです。それは、あなたの命がそこにあることが一番大切であるということです。皆さんも自分自身に言ってみませんか？そして一番大切な人にも。以上です。